はい、っていう感じで後半戦スタートですね。もう実はですね、前編というか前回の動画でトゥルーヴィンテージさんではもうお買い物してて、買ったものを預かっていただいてます。もう部屋のカーディガン2つ、ペーパージャケット、計17万、一点モーターですね本当に。ということで、もしかしたら泊まりになるかもしれないということなので、あの仙台にはね、他にも古着屋さんがいっぱいあるので、ちょっとそこら辺ぐらつきつつ、ちょっとビジネスホテル取れるかどうか確認して、取れなかったら帰宅なんですけど、ちょっと仙台街ブラをしていきたいと思います。僕たちビール飲んじゃったからね、無敵だよねこれ。っていう感じで行ってみよう。入ってっていいですか？勃起してるみたいになってるホテルは取れなかったのでだからラブホテルからしかなくてさ、コウタさん決まりました。やっぱアガベちっちゃいの欲しいの。ようこそアガベの世界へ。最高だ。暑いっすね今ね。古着屋さん目指しつつ、なんかねユタってところ、前も行ったんですけど、見やすいし、いろいろ種類もあって広いしってところで、それを向かいつつ、ちょっと途中でカフェがあったらカフェ入って、ホテルの空きがあるか確認して、まあ、あったら取るし、なかったら帰宅っす。やっぱ島内よりは涼しいよね。こんな長シャツ着てらんないもんね絶対。都内だったらこれもうゴロゴロに捨ててパコン捨ててるよ多分。着てられるかいっつって。まあね、仙台こういう風に商店街というかモールが、モール屋根があるから過ごしやすいですね。これ駅まで直結なんで、この中にもちょろちょろ古着屋さんあったり、まあ飯屋あったり。 A few minutes later、 なんかカフェ全然入れなくて、あの先にねメメントさんっていう、あの XXNT って書いてあるところがなんか良さそうなので、ちょっと見てきます。メメントさんで涼まさせていただいてます。ありえんくらいさっきメガネがもう曇って、で、ティッシュくれてめっちゃ優しい。 T シャツのラインナップがすごくて、ストーンズの T シャツとかいいですね。お値段はそれなりにするんですけど、やっぱ都内よりちょっと安い気がする。でもロンティーとかどうですか？ちょうど今の季節ぴったりだと私は思わないですけど私は思わないんですけど、いいです。可愛いね、ハーレー T シャツも。いいね。こっちもすごいいっぱいあって、こういうアディダスとかも可愛いよね。アディダスいいな、ね、可愛い。こっちはね、色分けされた白 T とかが、なんだね、バンドとかじゃないけどグッドデザインっていうんですかね、が結構揃ってて、サイズ感もね全部すごくいいので、 T シャツ探してる人いいかもね。可愛い。パジャマパンツだね。ちょっと暑いか。ちょっと暑いかね。今着ようとしてる。そう。明日の着替え。サスペンダーボタン付き。明日よ。いいね。カートコパン。あと5番、ニルバーナー、マンソンやばいね、上。あ、上やばい、メタリカもある。すごい。仙台で T シャツ探すんだったらいいかもね。いいですね。かわいい、いいグッドフェードです。ナイスカラー。 L サイズある。レーサーか。これに企業 T なのかな。あ、バドワイザー。デデン。これもバドワイザー。これもバドワイザー。おー、かわいい。ドクターペッパー俺の友達にドクターペッパーのアイテム見つけたら絶対買わないといけないっていう呪いのやつがいるんだよ連れてくれよかったアップル。え、 X バージョン、あ、 OSX のやつなんだ。へえ、おもろ。23,000円、かわいい。企業 T もすごい。ね、マイクロソフト、ハイネケン、ゲータレードいいね。ブードゥーいいな。でかいかな。だいぶでかいね。
呪われてんか俺。キモンスター可愛いっすよ。可愛い。それいいな。一緒に着る。長いっす、ね。長いね。タックインするように作られてんじゃない？なるほど。あ、これいいじゃんボロ。いいな。カーハート。まだ生地めっちゃ硬い。しっかりしてる。ちょっとまた後で来ます。はい。ありがとうございます。 A few moments later。 ちょっと暑すぎて喫茶店に逃げてきました。ここね、タバコも吸えていいところですね。こんなコーヒーさん人気なのはやっぱ T シャツ変わんないんだろうね。そう考えるとトゥルーヴィンテージさんのラインナップってさ、なんか貫いてる。今回ペーパージャケットとかも部屋が多かったんだけど、そのアガベのイベントも一緒にしてアガベの人もニルバーナ好きらしくて、だから今回カートラインナップっていうかペーパージャケットとやっぱもう部屋カーディガンっていうとカートコバーンみたいなので揃えてるらしい。すごいよね、なんかそのコンセプトっていうか全放出だって言ったからね。BCM 出ないっすか。いいね、BCM も出ないっつってた。出れないっつってたんで商品出ないっす。それを全力で抱きしめてきたんで、あとまた行くんだけどね。ワッツアップさんせっかくだから見に行ってみようか。行ってユタさん行って、まあ、まったりと行きたいと思います。アイスコーヒー来たんだけど全然俺ら調べずに入ったよね。ここめっちゃ可愛くない？なんか瓶に入ったコーヒーとこれで来て、なんか漫画がさ後ろにすごいんだけど、なんかそういうの読んでると氷溶けちゃうから飲む分だけ入れて飲んでねって言って、やったっけ半分だけ。うまい。これを一口飲んで、最高だ。はい、こんなコーヒーさんでした。すげえ良かったね。店内サブカル大好きみたいな感じでタバコも吸えるし、俺らいる間にもね満席ですって何組も来てたね。有名なのかわからないですけど、すごくおすすめなお店でした。ホテルは取れなかったので。どこもいっぱいあったんだよ、ホテル。なんかラブホテルくらいしかなくてさ。大人専用。そう、大人専用ってホテル書いてあるの。さすがにね、大人だけど。ちょっと古着屋またプラプラ回っていきたいと思います。ここか、ワッツアップさんがあるということで、ちょっと入ってみたいと思います。A few moments later. はい、ワッツアップさん行ってきました。なんか新装リニューアル、リニューアル。だったみたいで、なんか店内 20% オフとかのアイテムが多くて、 T シャツがめっちゃあったね。ただヴィンテージなんかもあってラインナップはかなり豊富でしたね。 T シャツメインっていう感じ。8割くらい T シャツ。T シャツ探してる人っていうか T シャツどこでも人気だね。すごい、まあ、夏だからね。わかるけど、やっぱもう T シャツはお腹いっぱいなんでね。ちょっとジグザグの T シャツ欲しかったけど、初めて我慢というものを覚えました。今ねクライムさんも行ってきたんですけど、やっぱそこも T シャツだよね。9割 T シャツでも、ニルバーナとかあれだね、ウータンとか、あのヒップホップ系もかなりあったり、あとアニメか、アニメ T ありました。アキラ、ナルトとか好きな人は絶対好きだね。 T シャツ着たければこの道に来ればとりあえず全部揃う、そんな道でございます。はい、仙台ペラペラなんで僕よくわかんないです、はい。違ったらごめんなさい。次はね、本命のユタさん行きたいと思います。もうすぐユタさん。散々ユタさん行く言うて、違う古着入ってたけど、今度こそユタさん。めっちゃ可愛いこれ。いいね。ジーパン履いてたからめっちゃ涼しい。これも 30% オフになるんですか？これはタグにシールが貼ってあるものに関してはなります。でも素材違うんじゃない？安いやつ。これはそうですね、これ対象外になってます。なるほどなるほど、ありがとうございます。これどうしよう、これ、いいね、これ履くな、これは。なんならもう履いていきたいな。
履いてっていいですか。ありがとうございます。これも可愛いよね。そうですね、買ってこうかな。つかなくなっちゃいました、履き替えたから。確かになんかね、知恵の輪みたいになってて可愛いんだよね。買ってこう。堀さんびっくりしたよ、あいつジーパン履いてなかった。ありがとうございます。あ、これもお願いしていいですか。はい、かしこまりました。黒いデニム。あ、いいですか、助かります。はい、これそのもらっちゃっていいですか。はい、すごいですね。セールだからセールって生きてるんですか。そうです、そうです、はい。すげえ。でも冬と夏で年2回やるんですけど、はい、あの冬は寒すぎてちょっと着れないので、セールパーカー作るしかないですね。これも古着で見つけて80年代後のちょっと古いボディのやつなんですけど、たまたま、袖もシングル。あ、そうですね、裾もシングル。はい、薄くなってるんですけど。いいですね。あんまり突っ込まれない、突っ込まれた方がいいです。あ、本当です。よかったです。いつまでセールやってるんですか。今月いっぱいはやろうかなと。あ、そうなんです、ね。はい、ちょっと長めに。まだまだ暑いんで、ちょっと、ね、確かに夏物をずっと出し続けてみようかなって。ありがとうございます。また遊びに来ます。ありがとうございます。イエーイ、買っちゃったーん。かわいいよね。かわいいですね。ちょっとここはね、シルエットに影響しちゃってるんですけど、僕の荷物が勃起してるみたいになってる。大丈夫。あの携帯とか財布なんで、これは勃起じゃないんで気をつけてください。あとこのキーホルダー、こいつをちょっとライターつけたくてできた。かわいい。本当はこういうとこにね、ペロッと鍵と一緒につけたいんですけど、履き替えちゃったもんでないんですよね。ちょっとベルトループないんで、ちょっとドローコードにつけてみました。変態っす。東京の人頭おかしいと思われちゃうね。やめよ。はい、っていう感じでちょろちょろ回ってきたんですけど、最初に行った T シャツの店のストーンズ良かったね。良かったっす。良かったね。見に来ますよ。どうする？ A few moments later。 よいしょ。何歩でもそれは聞きます。これは一着しかないし、また買えって言われた方が難しいな。でかいよね。ちょっと裏も可愛いんだよ。うん、かっこいい。マルボロスネーク、これも高くなりましたね。でもこれめっちゃ色い。最高。マジいいね。生地がやれてるからさ、肩落ちてくれてて変にでかくない。めっちゃいいっすね。これかっこいいです。色合わせも最高だと思います。なんかスネークはもう毎年人気なんで、ギリギリ値段が上がってるって感じです。タイさんはお願いします。はい、ありがとうございます。もう今年 T シャツ絶対買わねえ。ここら辺スペシャルが固まってるんですか。あ、これはただまあそんなにかかってるのと、このエコンセプト、さっき別のお客さんに紹介した T シャツなんで、見ます。大丈夫です。もう買わないっす。まあずっと欲しかったからね、スネーク。なんか物によってよれちゃったりとかすごいっすよね。本当に個体あるからこそ個体差が激しいの。 あとはこのボディのメーカーというか、はい、何パターンかあるので、それによっても全然、生地分厚いとこのやつだとポケットが中心にありすぎちゃってすげえ合わないんですよ。まあ、多分当時そんなに丁寧に作ってないんで、結構雑なそのプリントの感じとかも。おそらく金額の確認だけ、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。
ちなみにさっきのカートいくらだったんですか？これ8万です。ああでもまあ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 です。まあまあっていう言い方も多分これでバグってるのかもしれないですけど。サイズどれくらいですかあれ？あれ XL は今さっきもっと身長高いお客様が着られてちょうど良かったので、サイズは問題ないと。ただユーロのボディなのでちょっと首詰まってます。首ちょっとボリュームあると言いますか。いや T シャツすごいですねここ。どうですかね、どうなんだろう。ほぼ T シャツじゃないですか。結構あります。でも T シャツ有名なお店、多分僕の先輩のお店とかの方が T シャツは使えるんで。どこですか？クライムっていう。あ、さっき行ってきました。行ってきました。ジャンル違いますけど、アニメとか、そうですね、ヒップホップとか。そうですね、僕は結構音物バンドとかが好きなんで、その辺とか、あとはもう結構着てかっこいいやろってやつとか探してますね。あんまりジャンル問わずというか。なるほど。8万円。またねカート。かっこいいですね。かっこいいです。バックやばいですよ。バックやばいですよね。あのこれさんちゃんの方のインスタなので、はい、ありがとうございます。もしよかったら、はい、フォローさせていただきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。着替えようかな。今日も京都でやっておりますね。もう俺この夏何も買わない。まあ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 、スネークパスとかね、本当に結構都内よーく見てるとあるんですよ。だけどね、本当に個体によって全然違くて、色もそうだしボディもね、あの個体によって本当ポケットの位置なんでここみたいのが結構あって、あとはなんだろうね、縮んじゃってたりとか変によれてたりとかがあって、これすごい良かったから、ボディのフェードも良かったし、プリントのかすれも良かって、よかったよかった。自分に言い訳タイム。はい、っていう感じで、もうトゥルーヴィンテージ行って、ちょっと見て帰ります。はい、何か装いが変わりました。ちょっと汗でひたひたくっついてたんで、 T シャツ着替えてシャツ脱いで仙台セットでございます。ちょっとでかいんですけど、このパンツだったらね、裾出してもいけるかなというとこっすね。どっちゃくしでした。あ、バカ混んでる。そうでもない。よかったら、ホテル取れなかったっす。3連休初日でどこもいっぱいで、嘘じゃないですよ。嘘じゃないですよ。取れますかね。2人、はい、じゃあダブルベッドですか。いや、さすがに大人専用になっちゃう。なんかね、川島さんの今ユーザーというか、話です。マジっすか。はい、で、僕は悩んでるけど、あの川島さんが決めてください。なんで。こんにちは、はじめまして。いいじゃないですか、これ。いつでも悩んでるの。あ、決めきれないそうです。全部いいっすね。あ、これめっちゃいいじゃないですか。可愛いっすね。一番そのサイズ感的にはこれが結構 L で、はい、この色いいっすね。全部いっちゃいましょう。さすがにちょっとこれも可愛いっすね。ちっちゃい顔で自分で着るんだ。ちっちゃいな。かっこいいっすね。これ軽くていいっすね。2 hours later. 全部いっちゃえばいいんじゃないですか。残りちょっと川島さんが。サイズ合えば別に行ってもいいですけどね。ちょっと俺はカーディガン、俺もさっき2着いっちゃってるんでね。ちっちゃいんだよな。A few minutes later. このゆったりさのがカート好きであれば。アームホールのゆとりとかぽいかな。合わせてどうですか。よかった。ペッパージャケット。じゃあこちらでよろしいですか。コウタさん。決まりました。よかったです。ありがとうございます。ペーパーいかないの。いくんじゃん。堀さんがね、頑張ってくれて、ホテル押さえてくれたんだけど、入れ違いで部屋取れなかったみたい で、またトゥルービンテージで長々と遊んでるんですけど、アガベちっちゃいの欲しいなと。
可愛いよね。カラスカだって不安なんだけど。ブラック&ブルーです。へえ。ブラックがトゲです。ここですか。はい。ブルーの肌の、はい、ケリーグリフィンっていう。あらゆるアガベの生みの親がいて、はい、そこを経由で飼ってるんですけど、それ飼える人は世界にほぼいない。すごくネーミングセンスがかっこよくて、例えばキュービックってつけたり、キュービック、これもそう、そうキュービックって名前つけたり、はい、結構かっこいい名前をつける人で、あのファッション的なつける人で、ブラック&ブルーってなんかかっこいいですよね。でみんな通称 BB って呼んでて、BB、そう BB って呼んでる、ね。可愛いこれ。うん、え、これ育てられるか不安なんですよ。はいはい、まあ一番は自分でやってみないと、はい、いくら口で言われてもあれなんですけど、多分あこんなもんかと思ってよく OL の水やりみたいで、はい、やらないと枯れるみたいなイメージあるじゃないですか。これはやらない方が調子いいです。そう、家が僕これ置けないんですよ。猫飼っちゃってるんで。あ猫ね、そう確かに。で置く場所が2つあって、なんか今、はい、店舗みたいな遊び場を作ってるんですけど、はい、そこか、はい、なんか事務所というか倉庫みたいなところがあって、はい、そこで置こうかなと思ってるんですけど、はい、倉庫だと日の光ゼロだよね、はい、日の光ゼロ。ライトさえやってくれる。ライト、ライトを使っていただけたら、下手すると日本の外で育てるよりもかっこよく育てる。進化がすごいんですよ、日本製の。それのおかげでこれも発展した部分があって、どうしても日本に来るともう梅雨とか、はいはいはい、空気中の水分がカルフォルニアと全く違うんで、あもう向こうは脱いでもカラカラしてて暑いぐらいなんですけど、それ無理じゃないですか。沖縄でも無理なんで、そうやっぱこれを維持は難しいんですよ。要はこれ今日購入していただいたら土に植えますよね、はい、その時に水をバジャバジャ与えます。しっかり、はい、流れ出したも流れ出したそういうのもあげますね。そしたら放置です。しっかり乾くまであげないんです。置いてある場所によるんですけど、それが1ヶ月後なのか2週間後なのか分かりません。行ってみないと分かるんですけど、そしたらまたバシャバシャになる。しっかり乾いたらまたあげる。それの繰り返しです。そうすると、そこでもやっぱライトは置いといた方がいいんですかね。ライトは本当は根のない植物にライトを当てても仕方ないんですよ。なのでまあ半年以内だとから設置していただいたら、でこういうあのつける紫外線ライトなんで、ここでぶら下げてこうやって置く人もいるし、棚に設置してやる人もいるし。なるほどなるほど。でもやってる人は40個ぐらい使ってます。たまにいますよね。僕の知り合いもすごいハマってて。要は1株につき1個です。あ、そうなんですか。が一番いいですね。3つ置いて1個置くよりは、せっかくいい姿でアメリカから入ってきてるんで、これ YouTube で買った俺枯らしてたら絶対確かにねあいつやったなってなりそうじゃないですか。これは一回やってるから本当にチャレンジしてみたいですよね。いけるはずです。いけなかったらあの過去動画ごとけそうもう直感でどれがかっこよくないです。多少大きくたって絶対でかくなりますから。あ、そうなんですね。全部必ずこれかわいいな。そうセンスでいいと思ってて、ただこの S サイズで一番土が入る大きいやつはこれです。全部タイプ1、タイプ2って分かるんですよ、はいはいはい、これタイプ5が一番大きいんですよ。これに入らなかったらもう M です。これかわいいな。だからもう大体高さ的にはこんな感じで攻めてる。あ、そっか、土が入るんですね。そう、これかっこいいですよね。これも入らなくはない。はあ、かっこいいでしょ。え、これかこれかなと思うんですけど。ああ、なるほどなるほど。小ぶりなのちょっとちょこんとめでていきたいなと。いいと思いますよ。まずそれでそうなんかやってみて、これ自分でいいな、あ本当に大丈夫だなってまず分かってからがいいと思います。これアルミ素材なんですよ。うーん、軽いし錆びづらい。錆びてほしいですね。でこの錆びかっこよくないですか。かっこいいですね。まだまだ錆びますよ。抹茶茶になります。で逆にあの車の何でしょう、磨くやつ、はいはい、磨くやってピカピカにするでしょ。 A few moments later、 こんくらいですかね。いいと思います。俺のおすすめだったらこれだな。これかこれだな。こいつでいっていいですか。そしたらぜひぜひやってみてください。この組み合わせで飾
垂らしたらマジですいません。大丈夫です。なるべく全力は尽くしますね。多分ちゃんと教えてください、ね。わかりました。大丈夫かと思います。速攻インスタでメールします。ちょっと、はい、これじゃあお願いします。はい。カツアガベ、これ可愛いですよね。ちょっとこれくらいだったら育てられるだろうっていう。はい、断定はできないですね。ちょっとこれでまた俺ハマったら趣味どうしよう。ハマってください。じいちゃんが盆栽大好きだったんで、なんかそういう血はあるんですよね。ああなるほど。カメラと盆栽が趣味のじいちゃんだったんで、その血を受け継いちゃってるんですよね結構。まああるでしょうね。これトゥルーヴィンテージさんが新しく入れてた棚なんだけど、植物棚特注っすよねこれ。マジで変態ですよこれは。もうここもショーケースになってて、今まだ完成してないらしいんだけど、上にライトついて、ここに水あげた時のバットがあって、ここに鉄で、こういうのねこれ錆びてくるらしいです。こういうところでこれくらいハマったら僕の人生は終わると思います。家では置けないんですけど、猫がいるんで店舗か倉庫で。あとまあ僕に連絡いただければ、はい、飼育してるんで、うん、全然わかります。堀さんでどれくらい飼育してるんですか？2年、1年ぐらい。でもほぼ放置する。あ、本当ですか、はい、怖いな。ほぼ放置っていうか妻に任せてるって言えばいいですか。飼育されてる。保護に育ててる。あ、なるほど。あ、かわいい。趣味、観葉植物の男になりたいと思います。ようこそ、アガベの世界へ。いやー、行っちゃいましたね、これ。僕の先輩も好きなんですよね、アガベ。すごい。その人もバイク大好きで。まあ、でもそういうカルチャーの人が多いですよね。はい、植物じゃないですか。男の趣味っす。今日は、とんでもなくトゥルーヴィンテージさんでお買い物させていただきました。ありがとうございます。こちらこそ、はい、朝暑い中並んでもらって暑かったっすよね。でも東京よりマシっす。全然マシです。じゃあ東京だったらシャツ着てなかったもんね絶対。あ、着てましたもん、ね、そうですそうです。全然マシだったんで、ちょっとまた遊び来たいと思います。てか夜飲み会なんで。そうです。よろしくお願いします。乾杯しましょう、はい、あとは堀さんとね、来年くらいまでですかね、うん、一個面白いことやろうとしてるんで、さっきもね、その話をしてました。そうなんです。ちょっと夜またその話できればしたいですね。そんな感じで仙台編とりあえず終わりたいと思います。ありがとうございました。